こんにちは、朝6時です。ノームです。ハロウィン日和でしょうか。気温は6度、冷え込んでますね。風がないのでなかなか霧が晴れません。金魚草が元気です。6色あるんですけども、そのうちの5色が咲き揃いました。背がどんどん大きくなっている感じですね。あと1色どんな色か楽しみです。今日もクレオメにハラビロカマキリがいます。じっと動きません。クリナムの花はまだ2つつぼみが残っていますね。長いこと咲いています。ボタン草にピンクダイヤモンド、つぼみが膨らんできました。臭い匂いは鼻からはしません。霧の中のチッチです。今度は臼の上のミルワームを食べに来ました。コップを行ったり来たりしています。気に入っていたサラサラリンという天然ゴム手袋、入手できなくなってしまったので、プリティーネ M サイズを購入しましたが、フィットしすぎたので L サイズを大人買いしました。手はそんなに大きい方ではないので M サイズが本当はちょうどいいんですけどもね。普通にするとゆったりなんですが、汗も予防の綿手袋、これと二重にしてみるとちょうどいいんですね。L サイズの方がちょうどいいです。10時になりました。快晴です。風が少し出てきましたね。シンフォリカルポス、ユリ、そしてクレオメ、ハラビロカマキリは少しずつ移動してきたんですが、今のところクレオメで落ち着いています。どこにいるかわかるでしょうか。カマキリはなんとなくハロウィンに合うような気がしますね。カマの手入れをしています。梅もどき大納言の実はツヤツヤでピカピカです。青空だと余計に光って見えますね。サザンカ朝倉もとても綺麗に咲いています。この上品な淡い色と青空がマッチしてますね。ノコンギクはちょっと私の影になってしまいました。四重からすぐに飛んでいってしまいました。スローでもう一度。はい、ジョウビタキ、オスのチッチです。泣いてませんね。何してるんでしょうか。ヒヨドリはちょっと顔がよく見えませんでしたね。三尺バーベナにモンシロチョウがやってきていました。今日は何匹かモンシロチョウが来ましたね。秋晴れです。日差しが強いです。ブッドレアに北手葉が止まっています。羽を開いたり閉じたりしてますね。今度はベニシジミ、一部羽が欠けてます。エキナセアにも北手葉が来てますね。このゆっくりとした羽の動きを見ていると、催眠術にでもかかったようにだんだん眠くなりそうです。この裏の地味な色と表の綺麗な色とコンビネーションが何とも言えません。またベニシジミがいました。そして北手葉は羽を開閉しています。ブッドレアには北手葉が2匹やってきました。今日は本当にたくさん北手葉が来てますね。なんとなく不思議な蝶々です。マルオです。今日はハロウィンということですけどもね、何もしません。マルオは気持ちよさそうにずっと昼寝してますね。母ちゃんも家の中がポカポカなので眠くてたまりません。今日はこの辺で、バイバイにゃん。